ゼルダの伝説風のタクト、2002年12月13日に任天堂ゲームキューブにて発売。ブーンレンダリングと呼ばれる手法により、アメリカのアニメのような雰囲気となった。デザインも従来から一新され、当時は猫目リンク、後に正式にブーンリンクと名付けられる。で、野動が長く足の短い独特のデザインであるが、アクション以外にも表情が豊かで愛嬌があり、広くユーザーに受け入れられ、スマッシュブラザーズやゼルダ無双などで、子供リンクとは別キャラとして出場することになる。2013年9月26日に Wii U 用ソフト、ゼルダの伝説風のタクト HD として、リメイク発売。今後もブーンリンクの活躍を期待したい。